お世話になっておりますマサルです。今回はスティッキービットについて一緒に勉強していきましょう。この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。皆さんはスティッキービットって何って聞かれたら答えることできますか？すぐに答えることができたあなた、とってもすごいですね。もしすぐに答えられなかった方は、この動画で一緒にスティッキービットについて勉強していきましょう。なお、スティッキービットとは共有ディレクトリの中のデータを他のユーザーが削除することができなくなる設定です。言葉だけだといまいちよくわからないですよね。今回はスティッキービットがわかるようにデモを交えてお話ししていきたいと思います。なお、今回もキラーコーダというサイトを使って実際にコマンドを試していきます。キラーコーダの使い方はこちらの動画で説明しているので参考にしてみてください。それではスティッキービットについてお話ししていきます。スティッキービットとは、共有ディレクトリの中のデータを他のユーザーが削除できなくなる設定のことを言います。例えば誰でもアクセスしてファイルを作成したり削除することができる共有ディレクトリがあるとします。ユーザーマサルとユーザーマサコがいるとして、それぞれのユーザーは共有ディレクトリの中で自由にファイルの作成、ファイルの削除ができる状態です。共有ディレクトリの中にユーザーマサルがマサル.txt を作成して、ユーザーマサコがマサコ .txt を作成したとします。ここでユーザーマサルがマサル .txt を削除しようとして誤ってマサコ .txt を削除してしまったとします。そうするとマサコさん困ってしまいますよね。この例のように共有ディレクトリは誰もがアクセスしてファイルを作成したり削除することができるディレクトリになっているので、他のユーザーに自分が作ったファイルを削除されてしまうという問題があります。そこで共有ディレクトリの中で他のユーザーに自分のファイルを削除されたくない場合はスティッキービットを使います。スティッキービットを共有ディレクトリに設定しておくと、共有ディレクトリの中に作成したファイルを削除できるのはそのファイルの所有者だけになります。これなら他のユーザーに削除されることがないので、共有ディレクトリを安心して利用することができます。ここでスティッキービットについてもう少し情報を補足します。スティッキービットのスティッキーとはくっつくという意味です。イメージとしてはファイルがファイル所有者にくっついて離れない、そんなイメージです。ファイルが所有者にくっつくので他のユーザーはそのファイルを削除することができない、そんなイメージですね。スティッキービットを使うと自分のファイルが守られて、さらに他人のファイルを勝手に消すことができなくなります。共有ディレクトリにはスティッキービットが設定されていることが多いので、スティッキービットの意味をしっかり分かるように理解しておきましょう。それでは実際にスティッキービットのデモを見ていただきたいと思います。もしキラーコーダを使える環境の方は一緒に手を動かしながらやってみてください。 Linux システムには初期設定でいくつかディレクトリが用意されています。その中に temp ディレクトリというディレクトリがあります。このディレクトリは全てのユーザーが自由にファイルの作成利用ができる共有ディレクトリです。temp ディレクトリは共有ディレクトリなのでスティッキービットが設定されています。それでは temp ディレクトリにスティッキービットが設定されているのかどうか確認してみたいと思います。 ls-ld/temp というコマンドを実行してみたいと思います。このコマンドは ls コマンドの -l で詳細情報を表示してアクセス権を確認することができます。さらに D オプションを指定することでディレクトリを指定することができます。 D がない場合、ディレクトリの中に含まれるデータの詳細情報を表示しますが、 D をつけてあげるとディレクトリ自体の情報を表示することができます。今回は D をつけているので temp ディレクトリの詳細情報を確認することができます。結果を見ると所有者が rwx、 グループも rwx、 その他のユーザーが rwt となっています。皆さんお気づきだと思いますが、その他のユーザーの実行のアクセス権が
T になっていますよね。この T がスティッキービットが有効になっているという意味です。絵を使って説明すると、現在はスティッキービットが有効になっている添付ディレクトリが存在する、ここが確認できた状態です。では次にユーザーを作成してみましょう。ユーザーを作成するためのコマンドはユーザーアドコマンドです。なお、ユーザーアドコマンドはまだ本動画シリーズではお伝えしていません。いつか別動画で詳しく説明するので、今は深く考えずユーザーアドコマンドを試してみてください。ユーザーアドコマンドに -m オプションをつけてあげて、ホームディレクトリも一緒にマサルというユーザーを作ってみたいと思います。続けて同じようにユーザーアドコマンドで -m オプションを指定して、ユーザーマサコもホームディレクトリと一緒に作ってあげましょう。現在の状況を絵で整理します。現在はユーザーアドコマンドを使ってユーザーマサルとユーザーマサコを作ったところです。それでは次にユーザーマサコになって、共有ディレクトリの添付ディレクトリの中にまさこ .txt というファイルを作成してみましょう。 su-masako というコマンドでユーザーをまさこに切り替えることができます。 su コマンドもまだお伝えできていませんが、 su はスイッチユーザーの略で、ユーザーを切り替えるコマンドです。それでは実行します。実行した後に who am i コマンドを使って現在のユーザーを確認します。ユーザーマサコに切り替わっていることがわかります。それでは添付ディレクトリの中に新しいファイルを作ってみましょう。皆さん、新しいファイルを作るコマンド覚えてますか？新しいファイルを作るコマンドはタッチコマンドですよね。タッチで添付ディレクトリの配下にマサコ .txt というファイルを作ってみます。この操作で添付ディレクトリの中にまさこ .txt というファイルを作成することができました。それでは exit コマンドを使ってユーザーまさこから抜け出します。では次にユーザーまさるに切り替えてまさこ .txt を削除することができるのか試してみたいと思います。 su-masaru でユーザーまさるに切り替えます。それではユーザーまさるがまさこ .txt を削除できるか確認してみたいと思います。ファイルを削除するコマンドは何だったか皆さん覚えてますか？ファイルを削除するコマンドは rm コマンドですね。 rm の後ろに削除したいファイルを指定します。 rm コマンドを使って添付ディレクトリの中にあるまさこ .txt を削除してみたいと思います。実行すると本当に削除しても良いのか確認メッセージが出てきています。ここで Y、Yes と答えます。するとリムーブすることはできません、オペレーション Not Permitted と表示され削除することができません。なぜなら現在は添付ディレクトリにスティッキービットが設定されているので、まさこさんが作成したファイルをまさるが削除することができないからですね。スティッキービットを設定すると共有ディレクトリの中のデータを他のユーザーが削除することができなくなるというのは、この結果から皆さんも分かったと思います。それでは exit コマンドを使ってユーザーマサルから抜けておきましょう。次に添付ディレクトリからスティッキービットを解除して同様の手順を試してみたいと思います。スティッキービットを解除するので添付ディレクトリの中でファイルの所有者が異なっていたとしても誰でもファイルが削除できるようになるはずです。それでは試してみましょう。まず現在の添付ディレクトリのアクセス権をもう一度確認しておきましょう。 ls コマンド -ld で添付ディレクトリを指定します。現在その他のユーザーの実行権が t になっているので、スティッキービットが設定されているということになっています。それではスティッキービットのアクセス権を解除します。ちなみにアクセス権を変更するコマンドは何コマンドだったか皆さん覚えてますか？アクセス権を変更するコマンドはチェンジモードコマンドですよね。チェンジモードコマンドでスティッキービットを解除する方法はとっても簡単です。アクセス権の数字表記の頭に0をつけるとスティッキービットを解除することができます。今回元々のアクセス権が777になっているので、頭に0をつけて
0777と設定してあげるとスティッキービットを解除することができます。それでは解除する対象のディレクトリを添付ディレクトリと指定してコマンドを実行してみたいと思います。チェンジモードコマンドを実行したら再度アクセス権を確認しましょう。添付ディレクトリのアクセス権を確認するとその他ユーザーの実行のアクセス権が X に変わっていてスティッキービットの設定が解除されていることがわかりますね。それではこの状態でもう一度まさこになってファイルを作成してみたいと思います。ユーザーを切り替えるコマンド、先ほどお伝えしましたが皆さん覚えてますか？スイッチユーザーコマンド、 SU コマンドですよね。 SU-masako でユーザーまさこにユーザーを変更します。そして先ほどと同じくタッチコマンドを使ってファイルを作ってみましょう。今回は分かりやすくまさこ 2.txt を作成します。タッチ添付ディレクトリの中にまさこ 2.txt を作ってください。このコマンド実行してみたいと思います。ファイルが作成できたら exit コマンドでユーザーまさこから抜けて次はユーザーまさるに切り替わります。それでは su-masaru でユーザーまさるに切り替わります。先ほどユーザーまさこが作成したまさこ 2.txt を削除できるか確認していきたいと思います。ちなみに今回はスティッキービットを解除しているので削除できるはずです。 remove 添付ディレクトリの中にあるまさこ 2.txt を削除する、実行してみたいと思います。すると本当に削除しても良いのか確認メッセージが出るので Y、Yes と回答します。その結果想定した通りファイルを削除することができました。スティッキービットが設定されていない状態だと共有ディレクトリの中で作成したファイルを他のユーザーに消されてしまう可能性があることを体感できましたね。共有ディレクトリではスティッキービットを設定して自分自身のファイルを守ったり他の人のファイルを誤って消さないように設定するようにしましょう。それでは最後にスティッキービットの設定方法についてお話しします。先ほどのデモではスティッキービットを解除する方法をお伝えしましたが設定する方法をお伝えできていませんでした。ここではスティッキービットを設定する方法について学びます。スティッキービットの設定で利用するコマンドは Change Mode コマンドです。この時数字の1をそれぞれのユーザーのアクセス権の頭につけてあげるとスティッキービットを設定することができます。この頭につける1というのは特殊なパーミッションを設定するフィールドに対して設定しています。1を設定するとスティッキービット、2を設定すると SGID、4を設定すると SUID を設定することができます。 SUID の設定は前回の動画でも説明しましたよね。あともう一つ余裕がある方はチェンジモードコマンドは数字以外でもアクセス権を設定できることを覚えておきましょう。例えばチェンジモードプラス T と設定すると対象のディレクトリに設定されている既存のアクセス権に対してスティッキービットの設定を追加することができます。全体のアクセス権を数字で設定してその後個別にアクセス権を設定したい場合にはこのような文字表記のアクセス権の設定もよく使われるので覚えておきましょう。それでは最後に穴埋め問題を使って今回学んだ内容を振り返ります。今回はスティッキービットについて勉強しました。スティッキービットを設定すると共有ディレクトリの中のデータを〇〇が削除することができなくなります。では〇〇に当てはまる言葉は何でしょうか？正解は他のユーザーです。スティッキービットを設定すると共有ディレクトリの中のデータを他のユーザーが削除することができなくなります。そしてスティッキービットのスティッキーとはどんな意味だったでしょうか？スティッキーとはくっつくという意味でしたよね。ファイルが所有者にくっついて離れない、そんなイメージを思い浮かべてみてください。その結果自分のファイルを守ることができますし他人のファイルを勝手に消すことができなくなります。では次です。スティッキービットが設定されている場合その他ユーザーの実行権にはどんな文字が表示されますか？スティッキービットが設定されている場合は T が表示されますよね。
その他ユーザーの実行のアクセス権が T になっていたらスティッキービットが設定されている。しっかり覚えておきましょう。最後にスティッキービットの設定方法です。チェンジモードコマンドで数字表記でスティッキービットを設定したい場合、ここの数字にはどんな数字が入りますか？スティッキービットを設定したい場合は1が入りますよね。例えば1777と設定するとスティッキービットを設定することができます。チェンジモードコマンドでは数字で設定する以外にも文字で設定する方法もあります。既存のアクセス権に対してスティッキービットを追加したい場合はどのような設定をすれば良いでしょうか？既存のアクセス権に対してスティッキービットを追加したい場合はプラス T ですね。スティッキービットを意味する T をアクセス権として追加する、そのようなイメージです。わかりやすくて良いですよね。皆さん全問正解できましたか？それではエンディングです。今回はスティッキービットについて勉強しました。最初は理解しにくいスティッキービットですが、この動画を通じて理解が少しでも深まればとっても嬉しいです。最後にお知らせです。マサルの勉強部屋では成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。一人で勉強するのが孤独で寂しい、周りに質問できる人がいなくて困っている、職場以外のいろんな方と交流してみたい、そんな方におすすめしたいオンラインコミュニティです。参加方法は YouTube のメンバーになるボタンからオンラインコミュニティに参加するプランを選択していただいて、 Discord と YouTube のアカウントを連携すると参加することができます。こちらは2025年6月のスケジュールです。 Linux の勉強会はもちろん、 CCNA の勉強会、セキュリティの勉強会、さらにはインフラエンジニアの方が監視で利用するサビックスを勉強するイベントなど、さまざまなイベントが用意されています。気になる方はお気軽に参加してみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。